はい、どうも、ちかでーす。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画がいいなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回は、アニバ大山選手と青柳選手片方を取るならどっちを取った方がいいのかについて改めて解説していきたいなと思います。はい、というわけでね、まあ、過去にね、青柳選手、大山選手片方を取るならどっちがいいかっていう動画出したんですが、アニバがね、正式に登場して、アニバで新しい第3特殊能力が判明したというところで、改めてね、動画撮っていきたいなと思います。というわけでね、まずは通常 S ランクのね、能力の方から確認していきたいなと思います。はい、というわけでね、まずは、現在アニバで登場している大山選手の通常 S ランクの能力チェックしていきましょう。まず弾道がパワーヒッターでミートから71、78、67の小5でパワー A が狙えます。で、守備適性がファーストメインで、トツ3でサード、トツ4でレフトに置くことができます。で、裏の酸素が補給から62、50、73となってます。で、特殊能力がパワーヒッター広角連発となってます。続いて青柳選手です。9位から80、80、80のデフォルトでオール A の全動値となってます。で、投手適性が先発のみで球種がこんな感じで B 球種以上2つ持ちとなってます。で、ツーシームもストレートも同じくシュート方向に動くストレートツーシームとなってます。で、特殊能力がキレ、タイピンチ、コントロールとなってます。続いてね、アニバの方を見ていきたいなと思います。で、アニバに関しては表の酸素がプラス1。で、第3特殊能力がアニバ特有の祝宴に変更されています。で、表の酸素が弾道からパワーヒッターでミートから72、79、68の称号でパワー A が狙えます。で、守備適性は通常と変更なく、ファーストメインで C の66でトツ3でサード、トツ4でレフトに置くことができます。で、裏の酸素が補給が62、50、73となってます。で、特殊能力はパワーヒッター広角祝宴というわけで、連発が祝宴に変更されています。で、青柳選手に関してはまだね、アニバ登場してないんで通常の方で見ていくんですが、アニバで登場した際には表の酸素が9位から81、81、81のデフォルトでオール A の全動値となります。で、投手適性が先発のみで球種は変更ありません。で、特殊能力がキレ、タイピンチ、祝宴となります。はい、というわけでね、大山選手と青柳選手の能力の方見ていったんですが、ぶっちゃけた話をすると二人ともアニバの方が強いです。はい、というわけでね、まあ、どっちか片方と言いながらね、両方強いよって言っちゃうんですが、まあ、ここに関してはね、もうちょっとしょうがないところあるかなと思いますね。まずね、大山選手に関しては特殊能力がね、連発なんですよね、通常が。で、まあ、ここに関してはね、前々からいろんなところでも言われてますし、自分がね、前回取り上げた動画でも言ったんですが、その名の通りね、1打席目でホームランを打ってかつ2打席回ってこないとね、発動しない特殊能力なんですよね。で、説明にも書いてある通りね、ホームランを連発しやすい、試合でホームランを打っている時に有効と。なんで1打席目は絶対発動しないんですよね。まあ、ただ1打席目でホームラン打って2打席回ってくるとパワーチューアップなんで強いんですけど、まあ、発動条件が厳しいと。に対してアニバ、まあ、アニバに関してもね、結局パワー A にするには称号いるんですが、まあ、やっぱりここですね、祝宴がね、ファンの声援を力に変える、ミートショーアップ、投手の制球ショーダウン、球威ショーダウンとなってます。で、ここに関しては、まあ、おそらく発動率 100% だと思うんですよね。これね、一昨年のアニバ梅ちゃんなんですが、まあね、特殊能力変わってるんですが、発動率 100% で中身変わってないんで、まあ、おそらくね、今年のアニバのね、祝宴打者の方は 100% だと思います。まあ、なのでね、この祝宴に関してもね、どんな場面でもね、絶対ミートショーアップ、制球ショーダウン、球威ショーダウンとなるんですよね。まあ、なので連発よりはこっちのね、祝宴の方が強くなってます。で、連発だとね、どうしてもランク戦の場合はね、1番バッター、2番バッターにおいて2打席回したいっていうところが出てきちゃうんでね、結構ね、打順が固定されるんですよね。で、大会に関してもね、3イニングなんで、まあ、1、2、3とか、まあ、結構ね、上位の方に置かないといけなくなるんですよね。まあ、もちろんね、パワーヒッターと広角持ちなんで1番、2番でもね、全然強いんですが、まあ、他にね、1番バッター、2番バッターに置きたい選手がいたりとかするとね、まあ、ちょっとね、大山選手連発持ちだと使いにくいというところで、まあ、通常よりかね、この祝宴持ちのアニバの方が強くなっています。で、続いて青柳選手ね、青柳選手に関してじゃあ、まあ、デフォルトでね、球威制球スタミナオール A 同値と。で、ここに関してはね、アニバでも81、81、81で出てくるんで、まあ、ここに関してはね、ぶっちゃけ通常でもいいよっていう感じとはなっています。で、投手適性もね、先発のみで球種もね、変わらないんで、まあ、ここに関してもね、通常でいいんですが、やっぱりここですね、コントロール。これがね、球のブレ幅が小さくなると。で、打者のミートがショーダウンとなってます。というわけで、これね、去年の藤波選手なんですが、去年のままだとね、制球ショーアップ、ミートショーダウン、パワーショーダウンとなったんですよね。で、このままだとね、別にコントロールでもいいかなと思うんですが、実はね、コントロールって制球上がるわけじゃないんですよね。このね、コントロールを押してみると狙ったコースに正確に投げれると。で、球のブレ幅が小さくなる。で、打者のミートがショーダウンとなってます。で、このようにね、コントロールが発動しても制球がね、上がるわけじゃないんですよね。アルカンタラ選手ってね、デフォルトで制球77なんで、まあ、特に上がってないことがわかるかなと思います。まあ、なので、まあ、ブレ幅がね、小さくなるっていうところでコントロールの方が強いって言われてたんですが、まあ、こっちのね、祝宴に関しては制球ビアップしてミート中ダウン、パワー中ダウンするんで、青柳選手に関してもコントロールよりね、祝宴の方
方が強くなってます。で、別にね、祝宴のね、特殊能力持ってたらね、コントロールなしでもいいかなって思うんですよね。そこに関してはね、コントロールありからね、なしになった当初ね、使ってて、まあ、コントロールってあればいいけど、まあ、なくたってもいいかなってね、思えたんですよね。で、それに関してはね、今ここに映してる秋山選手なんですが、シリーズ1で秋山選手エキサイティングで登場して、超タイピンチ援護白熱で登場したんですよね。で、その前の年が超コントロール、タイピンチ援護だったというわけで、まあ、超コントロールがね、消えて、タイピンチ援護がね、それぞれ1個ずつ上がってきちゃって、多分ね、第3特殊能力に通常出たらコントロールついてたんですが、エキサイティングでね、白熱に変更されました。というわけで、エキサイティングの秋山選手コントロールなくなったけど、本当に取るべきなんか、みたいなね、話もあったんですよね。で、実際ね、この秋山選手獲得して今でも使ってるんですが、もうね、結構ね、普通にビタビタ行くんですよね。制球85があるんで。まあ、なので、この秋山選手ね、まあ、タイピンチから超タイピンチにね、強化されて、で、その代わりコントロールが消えたんですが、もうね、超タイピンチっていうところだけで、ね、十分恩恵受けてるんですよね。で、超タイピンチに関しては、変化量に上がって、ミート中ダウン、パワー中ダウンとなってます。で、このね、ミート中ダウン、パワー中ダウンっていうのは、祝宴も同じなんですよね。ミート中ダウン、パワー中ダウン。で、さらにね、タイピンチとしてがあって、制球がビアップと。で、さらにね、青柳選手タイピンチ持ってるんで、打者のミート、ショーダウン、パワー、ショーダウン。で、キレが、打者のミート、中ダウンと、めちゃくちゃ下げるんですよね。キレで、ミートがマイナス6。タイピンチで、ミートが、これでマイナス9。パワーがマイナス3。で、祝宴で、ミートマイナス15、パワーマイナス9となるんで、めちゃくちゃ下げれるんですよね。まあ、なので、青柳選手に関しても、通常より、アニバの方が強くなります。というところでね、本題に戻るんですが、青柳選手と大山選手、片方を取るならどっちか。ここに関しては、まあ個人的にはね、どちらの方がオーダーに入りやすいかで決めたらいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、リーグオーダーの方やってきたんですが、まずね、リーグに関しては、2番の選手ね、絶対1人は入れたいかなと思います。で、それに関してはね、オートグラフっていうね、星さんのコンボは発動するんですよね。まあなので、2番の選手は1人入れたいです。ってなった時に、まあ青柳選手とね、大山選手片方を取るならっていうところでいくと、自分の場合ね、今だと実はね、2人とも入るんですよ。青柳選手先発入ってますし、こっちに関してはまだ3800とか3900で、ベンチに関しても全員3800台なんで、まあ、ベンチファーストサードレフトどこにでも、ね、入れようと思えば入れれますというところで、まあ、リーグオーダーに関してはね2人とも入るんですが、まあ、片方だけ入れるってなると自分のオーダーだとね、まあ、2人とも取れてない前提で話すなら大山選手を入れるかな。やっぱりね投手に関しては3900、4000、4000、4000、4000で中継ぎがねちょっと手薄なんですが、まあ、青柳さんに関しては、まあ、先発しかできないんで、まあ、別に4000持ってるんでいいかなと。に対して野手は3900、3900、3800、3800、3800、3800、3800、3800なんで、まあ、どちらかというとね野手の方を強化したいかなというところで、このオーダーなので片方だけなら大山選手を取るかなと思います。で続いてリアタイですね。リアタイに関してはその選手がね守れるポジション、大山選手であれば DH、 ファーストサードレフトベンチ、青柳選手であれば先発かベンチ、そこにね入れれる選手の方を取った方がいいかなと思います。まあ、例えば自分のリアタイだと野手はねこんな感じで、まずね DH 城島さん、ファーストバース、サード掛布さん、レフト金本さんで、ベンチにサードへの大山さんいるんですよね。まあなのでアニバ大山さんの入る余地はないと。に対してリアタイだとね先発が藤波さん、秋山さん、メッセ、能見さん、伊藤正となってます。というわけでメッセがねちょっと少しきつくなってきたかなというところで、まあ入れ替える可能性があるならメッセかなと思うので、まあ大山さんか青柳さんかで言うと自分のリアタイであれば青柳さんの方がね大台にするかなというところで、まあどちらか片方なら自分は青柳さんを取るかなと思います。まあ、こんな感じで、ね、リアタイリーグともに自分のオーダーと相談して片方どっちを取るかっていうのをね決めた方がいいかなと思います。はい、というわけで今回は片方取るなら青柳選手、大山選手どっちがいいのかについて改めて喋っていきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、去年のアニバの特殊能力のねミート、ショーダウン、パワー、ショーダウン、制球ショーアップだったらね、まあコントロールでいいかなと思ってたんですが、さすがにね中ダウンってなるとね青柳選手の獲得っていう選択肢をねちょっと消しづらくなりますよね。というわけでね、もしよければ皆さんの獲得したい方をコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画参考になったなと思ってくれる方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやっていますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。